皆さんこんにちは。今日は皆さんと生活習慣についてお話をしたいと思います。生活習慣の維持はなぜ大事なのでしょうか。生活習慣とは、日頃皆さんが生活している朝起きてから夜寝るまでの生活リズムのことであり、食事、睡眠などが含まれています。欠食、運動不足、夜更かしなど、このような生活習慣の乱れは将来生活習慣病のリスクを高め、肥満や体のだるさにつながる恐れがあります。そのため、中学生の今からでも生活習慣を整え、早寝早起きをし、ちゃんと朝から食事をとることはとても大切です。それでは自分の生活リズムを考え直してみましょう。朝ごはんは毎日食べていますか？規則正しく睡眠をとっていますか？夜遅くまでスマートフォンやゲームで夜更かしはしていませんか？特にしっかりと朝食をとることは、十分な栄養素の摂取にもつながり、一日の体調を整える助けになります。それでは、タンパク質とは何なのでしょうか。一般的にタンパク質を多く含む食品は、肉類や魚介類、牛乳やチーズなどの乳製品、卵、豆類などが挙げられます。このような食品から得られるタンパク質は、髪の毛や血液、筋肉などを構成し、人の体の 15-20% を構成していると言われています。また、タンパク質は人間が生きていく上で必要な三大栄養素の一つです。タンパク質は朝食に摂取することによって、より効果的に体にいい影響をもたらします。実際に港区では、小中学生を対象とし、タンパク質の摂取と勉強、睡眠との関係について調べました。その結果、朝食時のタンパク質の摂取量は勉強と睡眠と密接に関連していることが分かりました。朝食にタンパク質を多く摂っていると、勉強が得意と答える人が多く、一日のスマートフォンの使用量が少ないことが分かりました。さらに、朝食にタンパク質を多く摂っていると、学校がある日の起床時間が早いことが分かりました。このように、朝食にタンパク質を摂ることは勉強や睡眠と大きく関わっています。それでは、それぞれの関係を詳しく見ていきましょう。皆さんは朝食をしっかり食べていますか？朝食をしっかり食べている人は成績がいいと言われています。それでは、朝食の内容はどうでしょう。日本は世界的に見ても朝食のタンパク質摂取量が少ないと言われています。港区では朝食時のタンパク質摂取量と勉強との関連を調べました。こちらをご覧ください。朝食をしっかり食べ、タンパク質をたくさん摂っている人の方が勉強が好きと答える割合が大きいことが分かりました。このように、朝食をしっかり食べてタンパク質をたくさん摂ることは、勉強が好きになることにもつながり、成績の上昇とも関係していると考えられます。次に、夜遅くまでのスマートフォンやゲームをすることによる体への影響についてです。皆さんは寝る直前まで、または毎日夜遅くまで、スマートフォンやゲーム、テレビなどの画面を見ていませんか？これらを夜遅くまで見ていると、強い光で体が朝だと勘違いをして、朝起きるのが辛くなります。それは睡眠時間の減少や、午前中に眠くなって勉強がおろそかになることにつながります。そのため、実際に港区では寝る前までのスマートフォンやゲーム、
テレビを見ることと勉強との関連について調べました。その結果、勉強が好きな人ほど寝るすぐ前までスマートフォンやゲーム機などを見ていないことが分かりました。このように夜遅くまでのスマートフォンやゲーム機は夜更かしにもつながり、翌日の生活リズムに悪い影響を与えていると考えられます。続いて、心の健康と学力の関係についてです。勉強が好きと勉強がわかる、成績がいいは密接に関係していると言われています。では、勉強が好きと心の関係にはどんな関係があるのでしょうか。睡眠時間、食事時間など一日の生活リズムを規則的にするとイライラしにくく、また不安な気持ちになりにくくなり、気持ちに余裕が持てるようになります。こちらのグラフは普段の不安な気持ちやイライラした怒りを感じることと勉強との関連を調べたデータです。勉強が好きな人ほど普段不安な気持ちになったりイライラした怒りを感じることが少ないことが分かりました。このように普段の生活の中で心を健康に保つことは皆さんの生活にいい影響を与える可能性があります。これらのことからより良い生活習慣を維持するためにはどのような方法があるでしょうか。まず、朝食にタンパク質を多く含む食品を食べましょう。体を丈夫にするにはタンパク質が大事です。朝食はタンパク質が含まれたバランスの良い食事をしましょう。また、良い朝食をとるためには朝の時間が必要です。早寝早起きを心がけ、普段より30分早く寝て30分早く起きてみることはどうでしょうか。次に、寝る2時間前にはスマートフォンやテレビを見るのはやめましょう。寝る直前までの光刺激は皆さんの体の時間を遅くします。つまり体内のリズムが乱れてしまいます。生活リズムだけでなく、体内のリズムの乱れは体に悪い影響をもたらすため、夜遅くまで強い光を見ることはやめましょう。最後に、心の健康のためにリフレッシュする時間を設けましょう。勉強の成績がいい人は、身体活動が好きな人や体力に自信がある人が多いというデータもあります。身体活動をうまく取り入れ、リフレッシュして心の健康にもつなげましょう。皆さんのより良い生活のためにこれらを取り入れてみてはどうでしょうか。生活習慣を少し変えるだけで今より楽しい生活を送ることができるかもしれません。それでは皆さん、今日も楽しい一日を過ごしてくださいね。さよなら。